宇宙の帝王フリーザに忠誠を誓い、忠実なる兵士として働くサイヤ人たち。だが何も知らない彼らはフリーザの裏切りで抹殺される。仲間を殺され、故郷惑星ベジータをも消滅させられたサイヤ人バーダック。仲間たちの無念を晴らすため、悲劇の運命に逆らうため、サイヤ人バーダックはたった一人悪魔フリーザに特攻を仕掛ける。これ金が足りんぞ。まだ何か用かい？宇宙一の戦闘民族サイヤ人、その誇りと一族の存続をかけて
たった一人でフリーザに挑んだ男バーダック。まあ派手にやりやがってなあいつら、夢中になって暴れてやがるな。フリーザの命令に従い、星の地上げ屋として忠実に働くサイヤ人たちであったが、ある日フリーザの命令でとある惑星へ向かった仲間たちが何者かに惨殺されてしまう。トーマ、何があったんだ？そこでバーダックは死に行く戦友トーマからフリーザの裏切りという事実を知らされた。てめえら、今度は貴様が死ぬ番だ。バーダックを襲ってきた男たちは明らかにフリーザの手下であった。なぜだ？仲間たちの死、そしてフリーザの手下たちの襲撃。やがてバーダックが抱いた疑惑は揺るぎない確信へと変わる。